これから舞台です。やってきます。市川道之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。勸玄くん、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 どこでしょう。ここです、ここです、ここにいます。インスタグラム始めます。これから朗読です。今一生懸命やります。はい、市川福太郎くんです。皆さんよろしくお願いします。はい。女が体調整してます。藤娘でしょ。はい、ぜひ見に来てほしいですか。見に来てください。お願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。今日も夜の部開始です。インスタグラム。大体終わりました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。亀井宏忠先生です。恐縮出させていただいて。どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。ただいま下地を塗っております。これからこれでおしゃれになります。これから音が立ってた舞台に参ります。どうぞ。大鼓は2つの馬の皮、真ん中に桜の木でできた胴と呼ばれるものを挟んでですね、調べという紐をこのように締め上げていきます。はい、どうぞ。はい、じゃ最後の仕上げをちょっと離さなくちゃいけない、締め上げたものですな。こんにちはって。こんにちは、はじめまして、皆様よろしくお願いしますって言ってごらん。ではこれから私は平家物語朗読です。はい、福太郎君は何をするんですか？僕は藤娘と男立てやらせていただきます。男立てやるん？え。来年の1月、石川五右衛門新橋演舞場です。ぜひお越しください。杵屋勝松です。隅田川の情景を三味線で表現いたしましょう。大鼓はこのように毎公演のたびに締め上げなくちゃいけないと、その作業が非常に大変な楽器であります。どうもありがとうございました。恐れ入ります。これから歌舞伎の化粧をしようと思います。スタート。歌舞伎メイク。玄くん、還元くん、どこでしょう。ここです、ここです、ここにいます。元気ないね。鈴木くんです。鈴木拓夢です。将来歌舞伎役者になりたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当だの？はい。すごいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。還元くん、どこでしょう。ここです、ここです、ここにいます。ああ。今日も新しい朝が、新しい太陽が、感謝しますね。今日も素敵な一日を。これより本日最後の男立てに参ります。還元くん、どこでしょう。ここです、ここです、ここにいます。はい、食べて。はい。はい。こんにちは。じゃあ。筆で書くときれい。終わりました。お疲れ様でございます。いや、今日も多くの方に見ていただきありがとうございます。明日も頑張ります。明日1時。これより本日最後の男立てに参ります。横では娘がはしゃいでます。鏡越しに映ってませんか、この辺。行きました。仲良しからに帰りましょう。へへに入るならまたまた。福太郎君が藤娘の説明をします。藤娘というのはある男性に恋焦がれた女性なんですけど、実は藤の精という踊りです。おお、はよう、元気。近いしてくださいと今言っています。そしたら明日手配しますってことです。そのお客さんがいろんなこと言うからね。こっちは管理してね。知らない。